ケインズコンベンションセンターってとこに行ってきます。ちょっと昨日緊張しすぎてマジで寝れなくて、1時までなんか作業してて、1時寝たんだけど朝3時半に目覚めちゃって、でそっからずっと寝ようとしたんだけど、久々にこんなに寝れなくて、ちょっとなんか緊張してるってよりかはアドレナリンみたいな元気あり余って目も覚めて、マジサボケだと思うけど、そんな感じであんまり寝てないんですけど、今日から3日間あるから、まあ、今日がメインなんだけど頑張っていきたいと思います。履歴書めっちゃプリントしてきたから、ウォークインと、あともともと予定に入ってる面接と頑張ります。趣味がでかいかも。なんかまだどんな感じなのか想像ついてないから、とりあえず今待ち合わせ場所まで向かってて、友達は朝学校行ってて待ち合わせのところで会うって感じ。行ってきます。面接がかなり詰まってるので、朝から頑張って面接を受けております。1時間おきとかに入ってる。なんかやっぱりこういうキャリアフォーラムってそういう仕組みなのが普通と違うなって思った。午前中までやってるんだけど、今日も3つ面接が入ったので行ってきます。マジで今日寒くて2度。今またハインズコンベンションセンターに行ってきます。ちょっともう靴が限界なので今日はウーバーをしてくかもしれないけど、とりあえずあそこにあるタッテベーカリーっていう、ボストンですごい有名な、すごい有名なっていうか、なんかいろんな子におすすめされて、ちょっとさすがに行っとこうかな。でも朝の9時なんて結構流行ってそうな、なんかコーヒーと朝ごはん食べて。
本目、今日は今からハーバード大学に行ってきます。寒すぎてもう顔を隠すっていう最終手段に出てる。So what a girl.